ました、バッツと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。少々準備が、ね、ありますのでちょっとご覧でお話をさせていただきましょう、はい。ですね、我々ワッツはですね、はい、まあ、英語であのワットの2S をつけてワッツというんですけれども、そのバンド名の通りこう世間に疑問を投げかけていこうというコンセプトでやっておりまして、今日は2つほど用意してまいりました。まあ、一つはちょっと軽めのやつなんですけど、あちらに銀だこ、ね、築地銀だこがあると思うんですけど、あの社名、理由知ってますか？由来。知らないですよね。知らないですか？あれですね、あの銀だこの銀はですね、銀座、東京の銀座の銀座の銀でございまして、いつか銀座にこうお店を構えたいなという、その思いから銀だこという名前が付けられたそうです。なので、ぜひ後であの銀だこを見てみてください。そしてもう一つ、これは結構ね、いいんじゃないかなと思うんですけれども、皆さん、印鑑をちょっと思い浮かべてください。印鑑、頭に印鑑を思い浮かべてください。あの、ハンコのことですね。そう、ハンコ、印鑑。あれって、シャチハタと認め印って、ね、ちゃんとしたやつ、正式なやつとして認め印と、なんかシャチハタの印鑑なんですけども、はいはいはい、シャチハタの印鑑には、なんか、ちょっと削れてるの分かりますよ。どこが上か分かりやすいように一部削れてる。はい、ありますね。で、認め印には全然ついてなくてツルツルじゃないですか、持つところ。あれなぜかっていうと、その認め印の方は押すときに確認するでしょ、どっちが上か、どっちが上か確認するときに、その書面に反抗していいのかどういいのかということもその時考えるみたいな。この書面に私は本当に反抗していいのかと、それだけ反抗にはその思いが込められているということなのでございます。皆さん、ありがとうございます。今年一度あったかい反抗がいただけましたね。途中で膝折れるみたいな、もう怖くて怖くて。ありがとうございます。1曲目お送りいたしましたのは Hey Soul Sister という曲でございました。最後はですね、我々最後の曲はですね、ニュースのちゃんこパーナという曲をお送りして、終わりたいと思います。とてもアップテンポなナンバーですので、一緒に体を揺らして手拍子しながら、楽しんで帰ってください。はい、それでは、我々最後の曲を聴いてください。ちゃんこパー。ありがとうございました。